スタジオリバーサイド。はい、こんにちは、ギタリストの竹下敦です。今日ね、黒沢音楽学院の、加納修先生の、レッスンが、夜入ってるんですが、天気予報ではね、大雨ということだったんですが、テルテル坊主を作りまして、吊るしました。今のところ雨は降っておりません。このままね、雨降らずに、いてくれればいいんですが、やっぱり雨の中ね、ギター持ってレッスンに行くのも大変ですし、レッスンに来てくださるね、加納先生も多分今日の枠は僕しか入ってないのかな。そんな中でね、レッスンする先生の方もね、わざわざ来てくださるわけで、雨の降らないコンディションでできればなと思ってます。でも、そういう経験をしとくのもね、いいかなと。どうしたってね、やっぱり雨降れば湿度変わるんで、その短い時間の中で、ベストのコンディションにね、持ってくっていう、そういった練習もね、必要かなと思ってます。だから雨が降っても降らなくても実はどっちでもいいです。ただ先生のことを考えると、雨を降らないでほしいなと思ったりします。それでは、皆さんにとっても良い一日であることを願っております。竹下敦でした。それでは。